10月23日、陸上競技場周辺で第43回江戸川マラソン大会が行われました。コロナ禍の中で3年ぶりに行われたこの大会は、マラソンを通じて区民の健康づくりや参加者同士の交流を深めることを目的に開催されています。ただいまより第43回江戸川マラソン大会開催を宣言いたします。選手の皆さん頑張ってください。最高の天気になりました。本日の江戸川マラソンご参加いただきありがとうございます。北は北海道から、南は九州、遠方からも参加をいただいております。年代もですね、最高齢は83歳の方、そして最年少はなんと1歳の方です。選手の皆様の限りない健闘、そして今日一日が楽しい一日になることを願いまして、私からの挨拶といたします。先生、私たちは水と緑に囲まれた爽やかなコースを元気いっぱい走ることを誓います。パパと一緒にゴールまで走ります。90周年記念大会となった今大会、今回も親子の部から一般の部まで1キロ、1.5 キロ、3キロ、5キロ、10キロの各コースが設けられ、およそ2700名の皆さんが参加しました。スポーツの秋、それぞれのベストランを目指し、参加した皆さんは水と緑豊かなコースを走り抜けていきました。